日本三大怪談、四ツ谷怪談は実話だったのか。夏といえば怪談。お岩さんが憎き夫への恨みを晴らす復讐劇、四ツ谷怪談は有名ですね。顔半分がただれてしまうなんて恐ろしい出来事、実際にあったのでしょうか。今回は四ツ谷怪談のあらすじと実話の成否をお岩さんゆかりのものから検証していきます。もし興味深いと感じていただけたら、チャンネル登録もお願いします。二人の悪党、伊右衛門と直助。四ツ谷怪談にはいくつものストーリーがありますが、ここでは最も有名な歌舞伎、東海道四ツ谷怪談のあらすじを紹介しましょう。あるところに四ツ谷左門という男がいました。彼は縁屋家が取り潰しとなったために浪人となり、美しい二人の娘、お岩とお袖と共に貧しい暮らしを強いられていました。左門は袖恋、お岩は夜鷹、お袖は昼は用事店で働き、夜は地獄宿で働いていました。ある時左門は、ならず者に襲われているところを一人の男に助けられます。男の名は、田宮伊右衛門。かつては縁屋家に仕える武士で、お岩の夫でしたが、横領が明るみになり縁屋家を追い出され、お岩とも離縁させられていました。左門を助けたことを理由に、伊右衛門はお岩との復縁を迫りますが、それとこれとは話が別と左門は拒否します。伊右衛門は左門に殺意を抱きつつ、その場を去りました。お袖の方にも困ったことが起きていました。夫が長く家を空けている隙をつかれ、かつて縁屋家に奉公していた直助に言い寄られていたのです。その現場に偶然現れたお袖の夫、佐藤与茂七によって直助は追い払われますが、直助は与茂七に異種返しを企てます。お袖は夫との久方ぶりの再会に喜びますが、それもつかの間、主君の仇討ちに奔走する与茂七は、同志の奥田庄三郎とどこかへ姿をくらまします。与茂七は仇討ちの敵の目を欺くため、庄三郎と着物をそっくり取り替えていました。そうとは知らない直助は、与茂七の服を着た庄三郎を呼び止めます。恋の仇の佐藤与茂七、恨みを覚えたか。暗闇の中、与茂七と間違えて庄三郎を殺してしまいました。直助は死人の身元がわからないよう顔の皮を剥ぎ取ります。くしくも同じ頃、同じ場所で伊右衛門は左門を殺害。そこへお岩とお袖が出くわしてしまいます。窮地の中の伊右衛門と直助は示し合わせて、悲しむお岩とお袖に言葉巧みに言い寄り、夫婦として暮らすようになりました。悲しきお岩の運命。時は過ぎ、伊右衛門とお岩の間には男の子が生まれました。その頃になると、伊右衛門のお岩に対する愛情も薄れ、産後の肥立ちが悪く、床に伏せるお岩に対して伊右衛門はたびたび当たり散らします。そこへ、隣に住む裕福な伊藤喜兵衛から、出産祝いの重箱とお見舞いの妙薬が届けられます。この度はご出産おめでとうございます。この薬は伊藤家に伝わる妙薬にございます。喜兵衛はかつて縁屋家を断絶させた甲野諸之王の家臣。そんなところへ礼に行くのは気の進まない伊右衛門でしたが、お岩の勧めもあって伊藤家に向かうことにしました。伊右衛門が喜兵衛の屋敷を訪ねると、
下にも置かないもてなしの数々。昨日お尋ねしたのは他でもない。実は孫娘の梅が伊右衛門殿に惚れてしまい、梅の願いを叶えてやりたいのです。そう言って喜兵衛は伊右衛門に小判の手箱を差し出しました。妻のお岩がある手前、伊右衛門は一度は断ります。しかし喜兵衛とお梅は恐ろしい事実を明かしました。なんとお岩に送った薬、妙薬とは真っ赤な嘘。あれは毒薬で、お岩を亡き者にして伊右衛門を手に入れる算段だったというのです。これを聞いた伊右衛門は、喜兵衛のもとでの裕福な暮らしに目がくらみ、お岩との離縁とお梅との結婚を約束してしまいます。その頃お岩は例の妙薬を飲みましたが、体の具合は良くならず辛くなるばかり。顔が焼けるように熱い。伊右衛門は帰宅してお岩の顔を見るなりぎょっとします。お岩の顔は毒薬により右目の上が腫れ上がり、色も紫に変色していました。親の仇討ちなど、俺はもうごめんだ。伊右衛門は金目のものを持ち、すがるお岩を蹴飛ばして離縁を告げ出て行ってしまいました。入れ替わりでお岩のもとへ往診に訪れたのは、庵間の卓越。お岩を不憫に思い、今夜伊右衛門とお梅の祝言があることや毒薬のことを告げてしまいます。本当のことを申しましょう。あなたのお顔は気の毒千番、すっかり変わっております。喜兵衛殿からの薬は人の面を変える毒薬。お疑いになられるなら、この鏡でお顔をご覧ください。お岩は鏡を見て、悲しみと怒りで体を震わせます。決して許すものか。息のあるうちに伊藤家に乗り込まねば。その前に、せめて髪は女の身だしなみ。そう言ってお岩は櫛を手に取り、髪を溶かします。すると生え際から髪はごっそり抜けてしまい、ポタポタと血が滴り落ちました。恨めしい、伊右衛門殿、伊藤一門の者ども。そう言って、お岩は絶命してしまいました。お岩の復讐。お岩が死んだことを知った伊右衛門は、お岩の死体を板に打ちつけ、川へ流します。邪魔者がいなくなり、迎えた祝言の宴。危機としてお梅の顔を見た伊右衛門は仰天しました。そこにはなんとお岩がいるではありませんか。驚いた伊右衛門は刀を抜いて切りつけますが、殺した女はお梅でした。さらに幻影に惑わされた伊右衛門は、岐阜の喜兵衛も切り殺してしまいます。お岩の怨念による復讐がここから始まったのです。伊藤家は取り潰しとなり、喜兵衛の娘お弓は大ぼんぼりで生活することになります。父と娘を殺した仇である伊右衛門を探していました。同じく大ぼんぼりに住んでいる母、奥間に会うため伊右衛門がやってきます。伊右衛門が難を逃れられるように死んだことにしようと、奥間は外場を建てました。外場を見て、敵の伊右衛門が死んだと勘違いしたお弓。その隙をつかれて、お弓は伊右衛門に堀へ蹴落とされてしまいます。その現場に居合わせたのは、またもや直助。伊右衛門が帰ろうとすると、川の上流から、一枚の板が流れてくるではありませんか。不審に思い、伊右衛門が板を持ち上げると、裏には恨み事を吐き続ける醜いお岩が貼り付けになっていました。恐れおののく伊右衛門が板ごとお岩を堀へ蹴落とすと、
そこから直助が殺したはずの与茂七が現れます。幽霊が現れたと伊右衛門と直助は震え上がります。一方その頃、お袖は姉の死に悲しむ中で真相を庵間の卓越から伝え聞いていました。直助と仮初めの夫婦であったお袖は、お岩の敵討ちを条件に直助へ初めて体を許します。しかしそこへ死んだはずの夫与茂七が現れました。お袖は大層喜びますが、二人の男と夫婦の契りを交わしたことを恥じ、あることを決意します。恋敵である与茂七と直助それぞれに相手を討つ手助けをすると持ちかけるのでした。暗闇の中で与茂七と直助が斬り合うと、二人に斬られ倒れたのはお袖でした。お袖は二人の手にかかって死ぬことを選んだのです。お袖の胸元には彼女の出生の証、ほぞのおがきが。それを見た直助は、お袖と自分が実の兄弟であると気づきます。直助は後悔し、その場で自害してしまいました。伊右衛門は母奥間の手引きで蛇山の暗室に逃れていました。彼は毎晩のようにお岩の亡霊の見せる幻影に苦しめられていました。そこへやってきたのが与茂七。取り手を引き連れて彼は言います。我が妻お袖の恨み、そして左門殿、お岩殿の恨み、果たさせていただく。ご覚悟を。そうして大悪党伊右衛門は打ち果たされ、お岩の恨みはようやく晴らされたのでした。お岩さんは実在したのか。この東海道四ツ谷怪談は鶴谷南北によって描かれました。さて気になるのは、お岩さんのようにひどい目に遭った女性は実在したのかということです。由来について、お岩稲荷由来書き上げという資料が残っています。これは文政町方書き上げの中の付録に収録されている文章で、1827年に町戸氏よりの孫右衛門と茂八郎という人物によって幕府に提出された報告書です。各町に古来より伝わる民話や知史をまとめたもので、四ツ谷左門町に住む民谷伊右衛門と妻お岩について書かれています。伊右衛門は婿の身でありながら上役の娘と従婚してしまいました。浮気どころか結婚までと怒り狂ったお岩は失踪。その頃から伊右衛門の周りではバタバタと死人が出始めます。やがて民谷家自体が立ち行かなくなり、お家断絶になりました。この辺りの話に尾ひれがついて四ツ谷怪談の原型になったのではないかとのこと。しかし一説によると、四ツ谷怪談を鶴谷南北が書き上演したのが1825年のため、南北が宣伝のために袖の下を渡してお岩稲荷由来書き上げを書かせたのではないかと言われています。四ツ谷怪談の舞台となった場所は四ツ谷左門町と言われています。現在の四ツ谷三丁目駅の周辺です。民谷家もとい民谷家の屋敷の跡地には、お岩さんが信仰していたお稲荷さんが祀られているお岩稲荷民谷神社が建っています。こちらは一度火災で焼失し、四ツ谷怪談を上演する芝居小屋の近く、現在の中央区新川へ移転しました。しかしその後、昭和中期に四ツ谷に同じ名前の神社が建てられたため、日本には同じ名前の稲荷が2つあります。その向かいにもお岩さんを祀るお岩稲荷陽雲寺があり、今でも四ツ谷怪談が歌舞伎で上演される直前には
関係者が公園の無事を祈ってお参りに訪れるそうです。お岩さんの顔がただれた話は、実在の人物をもとに書かれた創作ですが、彼女の墓は東京都豊島区巣鴨の妙行寺の中にあります。諸説ありますが、この墓は二代目田宮伊右衛門の妻のものという説が一番有力です。稲荷や墓の説明には、仲睦まじく家を盛り立てた夫婦と説明があることから、最近では田宮家の別の代の女性がお岩さんのモデルになった説が唱えられています。五代目の時に何らかの事件があり、そこで田宮家が一度断絶しているので、手がかりは残っていませんが、四ツ谷怪談はお家断絶と絡めて創作されたのではないでしょうか。いずれにしても、顔を毒薬でめちゃくちゃにされた女性はおらず、当時のゴシップから話が膨らんで四ツ谷怪談は創作されたようです。フィクションは多少過激な方が客も盛り上がり名作にはなりますが、作者の鶴屋南北もまさか令和のこの時代まで四ツ谷怪談が語り継がれるとは予想していなかったことでしょうね。皆さんは四ツ谷怪談についてどのような感想をお持ちになりましたか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。他にも取り上げてほしいテーマなどありましたら、リクエストもお待ちしております。また、この動画が面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。